言ってユニゾンにさ、チラ先生されてるのもさ、ちょっとどんな、気持ちだったのかっていうのを本当お聞きしたいような感じだよね。だから歌に憧れているってことさ、やっぱ憧れっていうのは、音が上昇しているっていうのは、手話で憧れってこういう動きするんだけどさ、もっとそれを皆さん舞台から2階席に向かうのイメージで歌ってくれるかな。今日歌うチラ先生の3曲、本当に先生に聴いていただきたいっていう気持ちがたくさんありますよね。チラ先生。じゃあ今から時間にレッスンしていただけるので、いや、なんかね、遊びに来てくださいって方が、まあ、来てるのも緊張するんで、まあ、みんな出来上がってるから、やらせていただけますか。レッスンが持ってくださいな。どうも、まあ、いいレッスン、ありがとうございます。お願いします。もう仕上がってると思います。はい。